妄想宮の入り口です。中を探索しますか。妄想宮に入っ、おい、レイジでいい。それじゃあレイジ、お前本当に強行突破するつもりなのか。なんだ、おじけづいたか。そういうわけじゃ。まあそこで指でも加えてろ。にしてもいい天気だな。こんな日は仕事サボって遊びたいな。だったら俺がサボらせてやる。え？ふん。ご苦労さん。完全に伸びてますね。やりすぎだろ。だから言ったろ、強行突破だって。ほらさっさと行くぞ。セーブポイントですし、少しお休みしませんか。中はこんな感じか。僕初めて入りました。やっぱり人様の妄想は様々だな。何を知ってるんだ。さあな、昔のことなんざとっくに忘れたよ。は？それじゃあ借りを返しても。おしゃべりはここまでだ。表のやつが起きる前に終わらせるぞ。敵です。戦いますか。へっ。敵さん2体出現。先手はこちらですよ。楽に行こう。やるだろ。敵です。戦いますか。敵です。はっ。あ、敵は3体です。かかってこいよ。気をつけて。はっ。待ちや。レイジが1体を撃破しましたね。敵がいます。まだまだ。あ、敵は3体です。飛ばしてくぜ。気をつけて。やるな、これでも。すごい。2体も撃破しましたよ。敵です。先制攻撃です。敵は2体。楽に。大丈夫です。やるだろ。敵がいます。こちらは3体です。でも飛ばしてくれ。こちらが先制です。楽勝。これでもやるだろ。すごい。2体も撃破しましたよ。扉を進むのでしたら、敵です。戦いますか。いや。敵が2体出現。先手はこちらですよ。かかってこいば。楽勝。やるだろ。敵がいます。先制攻撃です。敵は2体。大丈夫ですよ。次はどういった。ゲージが溜まりました。イマジンモード発動です。敵を発見です。先制攻撃です。敵は2体。楽に行こうって。大丈夫ですよね。冷え。楽勝。やるだろ。すごい。2体も撃破しましたよ。へっ。これでも。敵が2体出現。先手はこちらですよ。かかってこい。楽勝。これでやるだろ。扉ですね。まだまだ。敵は2体だけです。
負けたりしませんよね。楽に行こうって、やるな。敵を発見です。こっそり進みますか。敵です。戦いますか。敵です。戦いますか。敵がいます。あ、敵は3体です。かかってこい。楽勝。やるだけ。楽勝。敵です。戦いますか。あ、扉ですね。開けちゃいます。リッピョン。もう一人いるみたいだな。萌え。よかったじゃねえか。二人も見つかって。まあ、随分と物騒な子守がついてたけどな。あれが妄想種ですか。いや、違う。ここの妄想種は倒したはずなんだ。アンコールかよ。さすがアイドルの妄想です。リッピョン、萌え、今助けてやるからだ。あちらは一体ですね。勝てちゃいます。やっ、ふっ、あっ、ほら、飛燕寺遠水客船長船長、やっ、これで繋がってきた。やっ、終点客フルトカーズ、まだまだ見えた。これで魔人モード発動できちゃいます。船長、これが本気だ。はっはっ、3年生繋がって大丈夫か。朝日さん、私は一体。よかった、気がついたか。無事みたいですね。カナタさん、リュウたち自警団さんのアジトにいたはずじゃ。夢から覚める時間だぜ。あなたは、
俺のことはどうでもいい。それよりジョーちゃんたち覚えてないか。どうしてここにいるか覚えてませんか。リュウたち自警団さんたちと戦っていたんですよね。それでそれからカノンが現れたんだ。あ、そうです、カノンさんが現れて、それでここに。誰が閉じ込めたのかは分かりません。ただきっと誰かに、誰かがリュウたちをここに。私も記憶が曖昧で、ごめんなさい。いいんだ、無事でいてくれてよかったよ。管理局が面倒な当事者を隠すために。いや、だったらもっと都合のいい場所があるはずだ。それならカノンが。だとしたらなぜ管理局を封鎖していた。おい、どうしたんだ。いや、なんでもない。せっかくだが感動の再会は後にしてくれ。次の場所へ急ぐぞ。皆さん、助けてくれてどうもありがとうございます。ありがとうございました。勘違いすんなよ。なあレイジ、そういえばなんであの時自警団のアジトにいたんだ。人探しだよ。たまたま探しに入ったんだ。そしたらカノンが現れた。そしてお前が助けやすい位置にいた。それだけだ。そうだったんだな。ありがとう。言葉より借りを返せ。ああ、探し人は妄想者なのか。何なんだろうな。俺も教えてほしいよ。ほら、次行くぞ。他に仲間がいそうな場所はどこだ。リュウさんがこの場所にいたってことは、ヤマトさんとコトミさんは中二の妄想球とドールの妄想球でしょうか。ヨシノさんも一緒かもしれませんね。ピン君はサキさんと一緒なんでしょうか。おい、中二ってなんだ。え、ああ、ヤマトの妄想のことだよ。思春期特有の、なんていうか、むずがゆい妄想だ。ってことは、あのガキか。どっちから行きましょう。ガキは後回しだ。ドールの妄想宮へ向かうぞ。レイジさん、見た目は怖いですけど、悪い人じゃなさそうですね。口は悪いけどな。急げよ、置いてくぞ。セーブしておきます。間違えないでくださいね。あの人がお話に出た妄想管理局の人ですね。ああ、みたいだ。あ、レイジさんが向かいました。おい、ちょっといいか。え？あ、おい、やめろ！さ、行くぞ。強いですね。容赦ないです。妄想球に入るなら、セーブポイントですし、少し。あのレイジさん、一つだけ聞かせてもらえないでしょうか。あ、なんだ。どうしてここまでしてリュウたちを助けてくれるんでしょうか。だから勘違いすんなって。俺はジョーちゃんたちを助けてるわけじゃない。俺は人を探してる、それだけだ。
だってよ。やっぱりよくわからない人ですね。この扉から進みますか？頑張って案内しますね。